田中陸が拾って運びます。左島屋シンプルに入れて大月落として池上のところ左足のシュートが決まった。後半アディショナルタイム意地の1点、キャプテン池上の左足から生まれました。まあ、リプレイですね、まあ、ここ多少強引ですけれども入れていって、ここで大月選手の体の強さからポストプレーも見事ですし、この反応ね池上選手は早かったので、はい、しっかりゴールにつながりましたので、まあ、持ち出しもねうまかったですし、寄せられながらもしっかりファーに